はい、今日はワールドウィン水野大阪の野球部に来てます。水野野球部の道具、どんな道具持っているかを紹介してほしいと思います。まずバットから。バット、バットケースは水野プロ、すべて水野プロ。雨に強いね。なるほど、いいです。さすが水野の野球。はい、じゃあバット見せてもらっていいですか。バット、これまずレガシーメタルです。レガシーメタル、はい、なるほど。これライトウェイト、これめちゃくちゃ人気です。軽い、軽いです。これ初代レガシーミドルバース、これも初代レガシーです。またレガシー、初代レガシー、これも初代レガシー、またレガシー80年、これも初代、これも初代レガシー、レガシー、レガシーばっかり初代ばっかり。これライトウェイト、ライトウェイト、はい、今これですかね。合計バットが何本？10本、全部レガシー。レガシーですね。これグリップテープ、グリップテープはベタグリップ。にもいろいろ面白い道具がありそうなんですけど、あ、これそうですね。これ今めちゃくちゃの使い勝手最高なの。このこれはこれトートバッグ、本当は個人ユーザー向けなんですけど、これうちではチームで使ってます。はあ、はあ、何を入れてる。これあのグラブ、このよくあるじゃないですか、チームで。はい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 、はい、でまたこれそんなに入るんですか。そうなんです。数4、ここ、はい、この貸し出しのグラブを型崩れするんで、それやとこう分けれるんで、3つに分けれて中に入れれる。そうです。でここからも取り出せると。なるほど、はい、これめちゃくちゃ便利です。便利です。チームで買ってもかなり便利。トートバッグ、これ新しいやつ。これはもうみんなのお気に入りの水の道具持ってきてます。なるほど、アメリカのやつですね。 USA コレクションですね。 USA コレクション、はい、してグラブもいっぱいあって、おっと M マークがある。これ使ってる人は？はい、私です。おじいちゃんから譲り受けました。何十年も昔の分だと思うんですけど、まあ大切に使ってます。目の下につけてるのは何ですか？アイブラックです。アイブラック、アイブラック眩しいのを軽減させてくれるようなものですね。ここに太陽を集めて暑さを軽減させてくれます。なるほど。使ってみてどうでした？いつも眩しいのがちょっとマシになった気がしました。白土のグラウンドとかでも跳ね返しがいつもよりちょっと少なかったかなと思います。なんかプロ野球選手みたいだね。そうですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか、一日履いてみて。なんか疲労感はなんか少なかった。久々に金具履いたんですけど、意外とそんな違和感はなくすんなり履いてました。なるほど。一日履いて疲労はかなり少ないです。マシ。これはクッション性がいい、クッション性がいい感じがしますね。なるほど。目立ちますね草野球ならではのカラーリングというか、目立てる感じでテンション上がりました。他になんか違う色があったらいいかなとかあります？個人的には黄色とか緑とか蛍光色が目立っていいかな。派手にいきたい。なるほど。そのベルトは何ですか？イージーゲインというベルトです。どんな特徴があるんですか？ベルトとしてのホールド感はしっかりあるんですけど、動きに合わせて伸び縮みしてくれて、自分の最大のパワーを出せるかなというふうに思いました。すごい伸びましたね。今今まで体感したことない、ないようなベルトの伸びでした。その伸びは体についてくる感じ？普通のパワーベルトとかだと、まあ、伸びない感じに伸びるんで、やっぱり自分の動きに合わせて最大のパワーを出せるかなという。なるほど。ピッチャーでやったよね今日。そうです、はい、どんな時に一番機能を感じました？そうですね、足上げてからこの、まあ、リリースのところまでしっかり自分の体にフィットして動いてくれるかなという感じがありました、うん、なるほど。珍しい色、デザインのキャッチャーボールですけど、それはどんな商品なんですか？これ今年の夏発売した叫びの、水野セレクションモデルの限定カラーキャッチャーボールになります。あの叫びシリーズ。そうです。待望の軟式仕様で発売してます。プロ野球選手もつけているやつですか？プロ野球選手も一緒です。どんな特徴があるんですか？
ます。一番やっぱりここですね。ちょっと触ってみて、ボコボコの素材が。あ、本当だ、ボコボコ。これがボールの回転数を抑えるような働きをして、しっかりボールが止まるようなプロテクターになってます。なるほど。取って、よし、取っていきましょう。よっしゃー、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 よっ